はい、大輝です。今回は僕の講座でそば打ちのちょっと切りの上手な生徒さんがいまして、切りの様子をねご紹介しようかなっていう動画です。そうですね、見ていただくと包丁の動きが常に一定にしてますね。引く動き、切り出す動き、包丁で駒板を倒してずらす動き、すべてがイコールですね。で、同じ時間スピードで動いているのでリズミカルに見えますよね。この動画の記事ですけども、でちょっと水が少なかったせいもありまして、麺のね乾燥、麺の割れがちょっと出ておりますけども、まあこのね硬い生地、打ちにくい生地をねここまで薄く伸ばしたというのもね技術ではありますからね。基本的には生地の厚さと麺の幅は同じですからね。そうすることで正方形の断面になりますからね。はい、この前からのアングルだとよくわかりますよね。倒して引いて切って倒して引いて切って、全て同じ動きで同じスピード同じリズムで動いておりますね。まあ、そうすることでね切り幅が揃うってことなんですけどね。左手もね同じ最初に押さえた力感で最後までいければいいですからね。U の字にしてください。でその時にどれだけこのねしなるか、ループがねどれぐらい持つかっていうのもね一つの面のね状態を確認する方法ですからね。しならせてプチンって切れるようだったら茹でた時に相当切れやすい要素になりますからね。このねループチェックもね有効だと思います。